ワンダーランズ、タイニーティナと魔法の世界。最新アプデ情報、ホットフィックス 1.0.3.0A、5月20日の1時半より適用されました。今回は大規模な不具合修正と、ゲームバランスの調整、さらに DLC 第2弾も急遽配信され、驚いたのですが、重要な内容のみピックアップしていきます。お時間あります方は、動画説明欄より、公式のパッチノートページをご確認くださいね。それでは行ってみよう。カオスチャンバーの戦利品部屋に自販機が追加され、アイテム整理がしやすくなりました。ミッションアイテムが常時自販機に並ぶようになり、厳選がしやすくなりました。ミッションアイテムにも効果魔法がつくようになり、リロールもちゃんとできるようになりました。これらの様々なクラッシュ問題を修正いたしました。これらの不具合問題も修正いたしました。細かい内容なので詳しくはパッチノートをご確認ください。バーザーカーのスキル、ブラストチル、サベジャリー、オールドウェイ、アイアンスコールのスキル強化をしました。スポアウォーデンのスキル、ラースオブネイチャー、アフィニティ、ブルズアイのスキル強化をしました。クローブリンガーのスキル、王、ドラゴンオーラ、戒め、雷の誓い、ファイヤーボルト、ストームブレスを強化し、さらにアクションスキル、浄化の炎に、ファイヤー近接ダメージも追加しました。グレイブボーンのスキル、ハーベストと魂の汚れが強化され、ブラストギャスプはバグ修正されました。スタボマンサーの神秘の剣が強化され、ゴーストブレードのアクションも強化されました。スペルショットのスキル、ダブルノットが少しだけ弱体化されました。6月3日までアーマーがドロップしやすくなり、しかも現在のキャラクターのものが出やすくなります。フロスト武器の弱体化、ダメージが下がることになりますが、リキッドクーリングとクイーンズコールは強化されています。そして、急遽配信された DLC 第2弾、食いしん坊万歳。ドリームベールオーバールックに2枚目の鏡が追加され、入ることが可能になりました。新しいボス、イメルダが追加されましたが、第1弾と同様に、形態変化して強くなっていきます。第1弾との大きな違いは、新装備アイテム8個が4段階に分けてドロップする点のみ。もしかしたら、DLC の3と4も、このようにボスが追加されるだけなのでしょうか。僕が個人的に DLC に期待したいのは、新しいロケーションのマップ追加、サイドストーリーの追加、新しいルールのバトルコンテンツ、などですが。皆さんは、どんなコンテンツを期待したいでしょうか。ぜひ、コメント欄にお気軽に書いてみてくださいね。コミュニティ欄やツイッターにアンケートも作ってみようと思います。そんなところで今回は取り急ぎアップデート内容をピックアップしてみました。最後までご視聴ありがとうございました。